はい、こんにちは、みつろです。今回は FX で無駄なエントリーをごっそり削ぎ落とすための、現実的なアプローチについてお話をしていきたいと思います。で、 FX 限らずトレードで勝ち続けるコツっていうと、まあいろいろありますけども、その中で一つ非常に重要なのは無駄なエントリーをしないっていうことですよね。で、よくあるパターンとしては、何回か、勝ちましたと。で、利益がある程度残りました。でもそれで欲が出て、例えば本来入るべきじゃないところでエントリーしちゃったと。それで全部利益吐き出してドカーンと。これよくあるパターンなんですよ。非常によくあるパターン。だから、全くね、勝ちトレードがないっていうよりも、一回の負けトレードで全部台無しにしちゃうっていうケースが、の方が圧倒的に多いんですね。今まで僕が見てきた限りで。だからその一回のアホなミスを減らせるか、なくせるか、無駄なエントリーをなくせるかどうかで、トレードの結果っていうのは、また相場で生き残れるかどうかっていうのは、だいぶね、そこで決まってくるんですよ。ほんとね、これだけの違いだったりするんですよね。ほんとね、些細なことなんですよ。でも、これって結構難しいと思うんですよね。いや、って言ってもやっちゃうんだよね、みたいな。いや、気持ちはすごいわかりますし、僕もそういう時期はすごいありましたけども、でも、それをやっぱね、なくさないと、なくしていかないと、しっかり現実的に、その感情論ではなく、現実的なアプローチを持って、それを対応していかないと、先進めないし、次のレベルいけないですから、しっかりやることが大事だったりするわけですけども、じゃあどうやるかっていうことですよね。それについてお話をしていきたいと思います。で、重要になってくるのは態度なんですよね。これこのやり方やったら絶対無駄のトレードしないよみたいなのってないんですよ。いや、あったらいいですよね。あったらいいと思いますよ、僕も。いや、みんなハッピーですし、いや、それやったらもう絶対無駄なエントリーしないんだったら、いや、もうね、100万出してもいいと思います、個人的には。いや、だってもうそれ取り返せますから。でもないんです、残念ながら。で、それを、抑制できるかどうか。その無駄なエントリーを我慢できるかどうかっていうのは自分の態度次第なんですね。ここで決まるんですよ。意思と言ってもいいかもしれない。で、人生全般においてもそうですよね。態度が人生を決めるんです。そんなね、なんか何でもかんでも恵まれてるみたいな人いませんよ。いますけど、たまにいますけど、ほとんどの人は違います。捉え方によって結果変わってくるんです。で、嫌なことあってもそこからいいところを見つければそれはプラスになるし、ネガティブな部分しか見なければそれは、何のプラスにもならないわけです。それだけの差なんですよね。で、どういう態度でトレードに臨むべきかっていうことですけども、もうね、自分はいつか死ぬっていう、これですね。いつ死ぬかわからない。じゃあ今回このトレードは本当に、じゃあこれが人生最後のトレードだったら本当にここでエントリーするか、それ自分に問いかけてみてほしいんですよ。本当にここってチャンスなのっていうことですよね。俺って今適当にやろうとしてんじゃないのみたいな、なんかちょっと取れそうだからと、ちょっとここ勝てそうだからやろうとしてんじゃないのみたいな、を問いかけてみてほしい。で、もしそれで、いや、やっぱここ違うよねっつったら見送るっていうことですね。真剣に生きるんです、その瞬間を。明日死ぬかもしれない、自分は今日死ぬかもしれない、この態度がトレードの結果に現れます。必ず結果として止まってくるんですよ。で、これは人生の質っていう意味でもそうで、これある程度ね、もう実験で証明されてるんですけど、自分の死を意識して生きる人とそうでない人では幸福度が全く違うんです。さらに出せる実績も違うんですよね。自分の死を意識する人の方が圧倒的に結果を出すし、人生における充実度、幸福度も高いっていう、もうこれは実験結果が出てるんです。Amazon で、まあそういう本をですね、お調べになると、まあいろいろと本が出てきますんで、読んでいただくのが一番早いかと思うんですけども、ですので、なかなかね、その無駄なエントリーを減らせない、やっちゃうと、で、コツコツドカンしちゃうとか、アホなエントリーしちゃうとかっていう場合は、この自分は今日死ぬかもしれない。ならば、一個一個のトレードを真剣にやろうと。そういう態度でぜひ取り組んでみてほしいなというふうに、思います。では、今回は以上です。ありがとうございました。